時刻は8時を回りました。 FM 宜野湾をお聞きの皆さん、おはようございます。1月26日、モーニング8、これから生放送でお届けいたします。宜野湾市旧名宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから、金曜日担当石坂まなみこと、まなみと、はい、山内ですが、はい、まなみ、はい、マイクをもうちょっと下に向けた方がいいな。はい、ちょっと死に伸びてるこの感じが、あの小動物みたいでしたよ。ああ、やっぱり小動物来ましたね。来ましたね。はい、さあ2回目3回目かな、はい、ぐらいのまなみんですけども、はい、ラジオ慣れましたか？だいぶ慣れました。もう緊張してないもんね。少しまだでも緊張があります。けどなかなか出ないっすね、まあ前ほどはないです、うん。なかなか表に出ないですね。うん、はい、はい、ということです。ということです。さて、はい、寒くなりましたが、はい、東京帰りのまなみんはへっちゃら。東京、でももうダメです、寒い。もう寒い、はい、東京がねすごいらしいので。東京すごかったですね。友達からも写真とか動画とかが送られてきて、うん、で見たらなんかもう東京じゃないくらい雪国。ちょっといればよかったね。そうなんですよね、かぶらなかったっていう。そうだな、残念だった。一切降らなかった。あ、そう。いる間に。僕一回ね、学生の時にいたんですけど、はい、まあ神奈川に、ザマっていう、ザマ、偏僻なところにいたんですけど、雪降りましたよ。お、積もって。いいですね。よかった。積もるまで。うん、もうさ、雪と、その時病句を聞いてたんですけど、わ、はい、かります？病句。病句。病句。あ、わかります。あの聞いたことあります。ぶっ飛んでる人、すごい、あのマスクみたい、マスクというかそう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 、つけてる人ですよね。マスク、マスク、うん、なんていうんですか。タイズはつけてないけどね。病気を聞きながら、はい、雪ってすげえみたいな、一人でこう越に浸っているこの若い時みたいな。若い時、そうそうそう、そんな思い出がありますが、へ、一面こう目の前が、はい、アパートの前が畑だったので、そこに積もってですね、いい感じでしたけど。いいですね、積もってるところを見てないです、うん、見てない、見たことない。もう 小学校とかの時くらいしか。小学校の時にの時くらいに家族旅行かなんかで。そっか、いいとこのお嬢ちゃんですもんね。いや、そんなあなた意外とそんなことないです。そんなことない、はい、でも家族でしょっちゅう旅行には行ってたんです。あ、意外といいとこのお嬢さんですからね。いや、そんなことない、そんなことない。普通の普通のじゃないですかね。どうですかね、毎年旅行ってなかなか行けないですよ。そうですか、うん、まあまあ、じゃあいいところなのかも。いいところのお嬢ちゃんですからね。ということにしときます。そういうことにしときましょうか、はい、さあ寒いですが皆さん、体ね、健康に気をつけていただきたいですが、はい、どうですか体調、風邪とかひいてない？あ、もう全然、めったに風邪はひかないので。ひきそうにないですね。ひきそうにないですよね。なんだろうな、このひきそうにない感じ。風邪と無縁な感じが。うん、でもしょっちゅう声は、喉は壊すので、うん、ちょっと危ないかもしれないですね。ちょっと危ない。ちょっとラジオ向けではないかもしれないです、体調が。そうですか、はい、さあ、まあ、はい、そんなね、まなみとお送りする金曜日モーニングエイトですが、はい、今日のテーマいきましょう。テーマは、はい、タイムカプセル。さあ、まだまだエコーが、恥ずかしいお年頃、はい、お年頃、はい、タイムカプセルでございます皆さん、タイムカプセルに何を入れたいですか、何を入れましたかっていう感じの、はい、今日は。そうですね、そう、僕の時代タイムカプセルなかったので、そんな小粋なことがなかったんですね。どっかであったかもしれないけど、ああ、ただやらなかっただけみたいな感じですか。どうかな、聞いたこともないけどな。いつ頃から始まったんですかね、タイムカプセルね。え、いや、 あったんじゃないかな。まあ60年ぐらい前ですからね。はるか昔のような。そうです、はい、今日はタイムカプセル、皆さんタイムカプセルに何を入れたか、そしてもしやっていない方、これから例えばねやる方、はい、何を入れたいかみたいなね、はい、はい、そうですね、実際に入れたもので何か面白いものがあるかもしれないですし、うん、で開けたことがあるとかね、そういった方も、ね、何かしらそういったエピソードもお待ちしております、はい、
メールアドレスは797@fmginowan.com です。でまた FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています、はい、FM ギノワンのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください、はい、ツイッターも連動していますのでたくさんツイートしてくださいね、うん、またサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリッスンラジオリスラジで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます、はい、ということでメールやツイッターでのテーマのなんていうんですか何ですかコメントも募集しています。そうですよ、はいはい、ということで、はい、それでは今日も元気に楽しくお送りしていきますので皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは本日のオープニングナンバーチャットモンチーでシャングリラお聴きください。工藤さんやったんだ。ほらやってんだよ。工藤さんと同じぐらいになるよね。私たちの時なんか割となんか当たり前みたいな感じでやってたんですよ。でも埋めれなくて地面には先生が持ってるっていうパターンだったんです。なくしてんじゃんか。だからもしかしたらないかもしれない。ね。それを何回かやったんですけど、小5小6中3埋まったままっていうのもあるんですかね。あるんじゃない。なんかかわいそうですね。かわいそうだね。皆さんリクエストもお待ちしておりますが、はい、カーペンターズの曲を書きたいんですけど、あちょっと出てこないんだよな。カーペンターズあれ母が好きだったんですよ。めっちゃ何だったかな。トップオブザワールドとかあの有名なやつ。あ違う、他にもありますよ。他のあれを書きたいわけさ。でも全然覚えてない。見たら分かるんだけどな。分かるかな。見ても俺分からなかったよ。ん？見ても分からなかったよ。終わり？なんか、あ、終わりです。あれだ。時刻は8時10分を回りました。さあ、ですね、今日はモーニング8金曜日、お相手はマナミンと山内です。はい、さあさあさあ、ですね、コメント来ております。皆さんありがとうございます。はい、朝早くから紹介していきたいと思います。はい、マサオさん、マナミン、金持ちや金持ちや、
あ、金持ち。なんかすごいイメージがついちゃった。なんかでもいいとこのお嬢夫人はあるよね。ありますか。うん。エコさんおはよう。一福堂さん、挨拶だけですが0度の京都から。聞きまるさん、雪がちらちら舞って今はマイナス3度。早く春になれ。遅くなりましたがおはようございます。マイナスの世界なんですね。すごいね。ナルトラさんおはようございます。高松まりさんも来ております。おはようございます。うん、そして今日はですね、なんだっけ、テーマがタイムカプセル。はい。うん、ということなんですが、マサさん、数十年後皇帝が掘り起こされる迷惑なイベントだよね。マイナスな意見。そうですね。掘り起こされない。てないタイムカプセルってどれぐらいあるんだろうっていうこと。結構あるんじゃないですか。実際ありそうですよね。忘れてからね。小学校の時とかにやると、まあ20歳とかにやるとして10年ないくらいとかじゃないですか。うん、みんな忘れますよね。忘れるというかなんかもう、どうでもよくなるっていうね。これでもずっと残ってなんかあれになればいいのよね。もう未来の人が開けてから、あ、こんな感じでやってたのか、昔の人はバカだねみたいなね。バカだねになるんですか。もしかしたらなんか貴重な資料として保存されるかもしれない。一福堂さん、小学校のタイムカプセルに書道とか将来の夢とか入れてたよ。10年後に掘り返してイベントやりましたが結構綺麗に残ってましたよ。思い出が一気に出てきました、ということです。いいですね、はい、実際にちゃんとこうやって掘り起こせたらまた違うんでしょうね。この感動が埋めたまま終わってしまうと、そうだね、なんかまああの時埋めたよなで終わるじゃないですか。で実際それを出したらやっぱ感じるものが違う気がします、そうですよね、特に僕とかはあんまりそういう加工に興味がない、興味がない。だからもうアルバムとかも一切どこ行ったか分からないんですよ、卒業アルバムとか。そうなんですか、うん、中学はないわけさ、ずっと前から紛失してるんですよ、で小学校はあるかな、あ、高校もあるかな、そ、え、高校も、高校誰かと俺こう交換した感じだっけ。え、アルバムを交換するんですか。なんかさ、僕のあのアルバム、はい、高校アルバムのこのあれに落書きされてるわけ、はい、寄せ書きですか、じゃなくてなんか顔とかに、僕のじゃないですよ、はい、誰か別の人の、はい、俺こんなことしてないけどなと思って、だから多分誰かのとこう間違ってこうチェンジされてるんですよ。へえ、うん、そんなことあるんですよ。自分の思い出が手元にない、ない別の人の。あ、でまあいいやと思って、うん、そんな感じなんで、いいんですか。いい、僕みたいなのがだから、はい、そういうのを開けるとわーって泣くんだはずね。ああ、今まで見てこなかった、わからなかった過去が、そうそうそう、一気に掘り起こされる本当に。マサオさん、マナミンとかタイムカプセルに入れれそうだよねって。私がタイムカプセルになる、はい。いや、そんな、そんなやめて、化石になっちゃいますね。あ、いいですね。昔の人が掘り起こして、そう、あ、こんな人間がいたんだ。そうそうそう、ハムスターかみたいなね。はい、ハムスターに似た人類。意味わからないです。意味わからないですね。さあ、ひふみさんも来てます。ジャスティス、ジャスティス、あ、わかります、流行りの、流行りの、僕のあの息子がジャスティスの真似するんですけど似てるらしいんだけど、僕はジャスティスを知らないんですよ。あ、知らないんですか。そうそうそう、池崎、あ、池崎って言うんだ、シャン、サ、サンシャイン、サンシャイン池崎、サンシャイン池崎、はい、知らないね、見たことない大きさ。あ、そうなんですか。そうそうそう、だから似てるかどうかいまいちわからないんだけど。でも子供は似てると言われている。まあ、あの嫁が似てるっていうから似てるんでしょうね。はい、大塚健二さん、おはようございます。沖縄市は小雨、14度くらいです。長袖1枚で過ごせるのは本当にいいです。うん、それはですね、多分大塚健二さんだけですね。はい、はい、僕はもう今日スーツじゃなくてコート着てますから。うん、うん、寒い寒い言ってましたもんね。寒い、もうさ、足から寒い、確かに冷える。高松マリーさんは、統合で廃校になった、
校舎の一室に置いたはず。どうなったんだろう。こういうのってどうするんですかね。あかもうあれじゃない、僕がもし、はい、その廃統合する、はい、廃校にする立場だったら、うん、もうごめんっていう、はい、ごめん、ごめん無理、も持っていけないみたいな、新しいというか統合されるとこに。かさばる、まあかさばる、でもちょっとかわいそう、うん、かわいそうだけどごめんっていう、ね、あ、うん、しょうがないです。うん、はい、まあ、そういうこともありますね。はいはい、皆さんまだまだお待ちしております。今日のテーマはタイムカプセルでございます。はい、やっぱり皆さんいろいろあるんですね。そうですね、うん、結構反響があります ね、 ありますね、タイムカプセル、はい、うん、ぜひぜひメール、そしてコメントお待ちしております。はい、ではメールアドレスお願いします。はい、メールアドレスは 797@fmginowan.com です。はい、それでは本日の天気お伝えいたします。うん、本日の沖縄、北東の風のち北の風やや強く曇り、ところにより昼前から昼過ぎ雨。うん、波の高さが3メートルのち4メートル、うねりを伴うとのことです。ちょっと今でも降ってんじゃないですかね。そうですね、さっき傘さしてた方がいたので、うん、もしかしたら降り始めているのかもしれないです。うん、はい、で降水確率が午前中 30%。 うわ、今日寒いな。あ、今日ずっと 30% ですね。うん、お昼も夕方も夜も、うん、でももう降ってるから 100% にしちゃえばいいよね。そうですよね、 30% っていうあれではないですよね。もう明らかに雨降ってるですね。うん、雲もね、はい、最近ちょっとあれかな、なんかどんよりしてます。うん、こっちに来てまだ晴れを見てないんですよね。沖縄に来て、あ、FM 宜野湾に来るときは。そうなんですよ、ね、なんか綺麗な海がまだ見えていない状態です。今日もなんかかろうじて水平線は見えるものの、うん、全然綺麗じゃない。真っ白です。灰色、灰色、うん、はい、そうですね、というところです。今日は天気がちょっと悪いですね。はい、しかも寒い、はい、キュン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 。お天気は、まあ、以上です。はい、最高気温言ってないですよ。最高気温、はい、16度です。はい、16度です。忘れてました。忘れてましたね。はい、今日は寒気の影響で曇っているとのことです。そして夜遅くにかけて北の風が強く降るとのことなので、皆さん気をつけてくださいね。はいはい、さあ、続いて道路交通情報。高速道路は、事故があった模様です。ですね、これは北向けですね、北向け那覇インターチェンジから山里バス停じゃない、ごめんなさい、高知バス停付近で衝突事故があり路肩規制、そのために、那覇インターチェンジから西原インターチェンジまで長い渋滞が続いています。これは北向けでございます。高知バス停付近で衝突事故のため路肩規制があります。そしてその影響で那覇インターチェンジから西原インターチェンジまで長い渋滞続いております。皆さん気をつけましょう。うん、那覇インターチェンジから高速は乗らない方が良さげでございます。続いて一般道ですが、国道330号、維新田から瑞慶覧にかけてライカム向け渋滞、また維新田向けでも混雑が見られます。瑞慶覧から維新田にかけても混雑となっております。同じく国道330号、公園の交差点から西原インターチェンジの入り口付近まで渋滞。そして、ですね、大平から古島ジャンクションにかけても渋滞混雑となっております。これは那覇向けでございます。うん、那覇向けも相変わらず混んでいますし、この北向け公園の交差点から、西原のインターチェンジ入り口まで
渋滞が続いていますよ。そして国道58号線グスクマあたりで那覇向け渋滞、北向けは今のところスムーズに流れている模様です。また前原交差点では、王者の向け前原向けともに渋滞が起きています。県道34号、前原から王者の両区間とも渋滞が見られます。以上でございます。あちこちね、はい、これからもっと渋滞しそうですの で、はい、皆さん気をつけて通行してくださいね。はい、はい、以上です。はい、では以上お天気道路交通情報をお伝えしました。さあここで1曲をお届けしましょう。おじさんたちの昔の歌、サザンオールスターズ。変なしょうがない。ややあの時を忘れない。サザンにしたんですね。サザンにしたんですね。そうです。あのさ、俺が来れなかったら、はい、あれ曲終わりで CM 押して。はい、わかりました。ツイキャスの皆さんと会話してください。はい、はい。山内さんはどこかに行かれたので、ミイラいや、私は雨女じゃなく晴れ女説があるんですそう、一人にされました。ちょっと何かあればすぐに CM 流します。もう声優が言われたことないですね。山内さん何に似てますかね。なんだろう。有名人誰ですかね。誰か言われたことないんですか。ありますよ。でも自分では言いません。文句言われるからどうせみんなが文句言うから言いませんうんこはもうやりました。今日早く朝からうんこしたからね。今日ちょっとお尻が変な感じなんです僕地持ちなんですよ。地持ち調子が悪い。違和感今日も会長だったんですね。会長でしたね山内おじさんはですね、あれにも似てるって言われたこと。コリーフェルドマン。コリーフェルドマン誰ですか。コリーブーってコリー・フェルドマン。いいか、これがまずやってみよう。フェルドマン。何フェルドマンですか。来てもらう。この人。この人。うん。雰囲気、確かに中学校の時からこの色に変えて中学校の時からずっと今もですか。今は言われない、ね、今は言われない。この人自体もいないからね。あ、そうなんですか。なんか出ない。あ、有名だった人ですか。有名というか子役。私ね、スタンドバイミーという映画に出てたんです。あー、スタンドバイミー、わかります。マナミンね、あの首ったらあれに似てるんですよ。あー、何ですか。首ってごらん、今首る BLT に似てるんですよ。
っていう嬉しいことを言われました。 ELT のような女の子ね。くびる。どうですか明日。どうですか。似てますか。似てるんですかね。ふざけんなという、マナミはね、M ではないっすよ。ですよね、うん、私は S だと思っています。そうそうそう、こういう人はね、M じゃないっす。はい、はい、時刻は8時26分を回りました。はい。何でしたっけ。原稿に何て書いてありますか。何のための原稿ですか。すいません、石坂さん。すいません。モーニング8、はい、金曜日、はい、まなみと山内がお送りしております。はい、今日のテーマは、うん、タイムカプセルです。はい、皆さん今日もメールお待ちしております。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com です。それでは毎週金曜日のこのコーナー2回目いきます。あ、自分のコーナー、あ、じゃないですか。違います。今日は何の日でしょ。あ、わかりました、失礼しました。違うところ見てた。そうですね、はい、はい、今日は何の日のコーナーでございます。今日は何の日のコーナーでした。はいはい、はい、と今日1月26日、うん、土の絵馬、旧暦12月10日、うん、満潮時刻が1時39分と13時54分、干潮時刻が朝7時23分と20時54分です。はい、で今日の出来事ですが、うん、文化財防火デー、あ、また組踊りの創始者玉城長君、うん、さんが亡くなった日、1734年とのことです。なんかさ、国宝、はい、人間国宝とかじゃないですかね。そうですよね、長君さんって。はい、はい、よく出てくる名前ですよね。出てきますね。はい、いつ亡くなったんですか。1734年。1734年、だいぶ前ですよ。だいぶ前じゃないか。何が全然違う人だね。国宝は国宝じゃない。はい。はい、知ったかはしない方がいいという話ですな。はいはいはい、ちょっと歴史に疎いもので、うん、はい、してからね。でネットから今日は何の日ということで、うん、有料駐車場の日で、まあ、26日なので毎月風呂の日。風呂の日、風呂入ってますか。入ってますよ。本当ですか。あ、でも湯船には浸からないです。シャワーでしょ。シャワーだけちゃんと浴びてる。浴びてますよ、はい。そんな。なぜ有料駐車場の日なのかというとですね、はい、東京丸の内に公共有料駐車場として初のパーキングメーターが設置されたとのことです。15分ごとに10円。あ、当時の値段だとあれなんですかね、うん、まあ、今高いのかは、うん、ちょっとわからないですね。わかんないですね。10円、うん、でも10円、あ、最初の料金がいくらかによるよね。あ、そうですよね、うん、15分ごとにって。でも15分って短いですよね。短い。30分ごとでも短いと思うのに、うん、15分って本当にちょこっとどっかに行ってすぐ帰ってくるとかじゃないと、うん、無理だね、うん。僕のトイレではもう確実にダメですね。大金を取られる。大金20円ぐらいですね、今日は香港がイギリス領土になった日、1841年の今日、はい、すごいですよね、これ中国、要するに領土になるときに中国は100年後返してくださいっていう条約結んでるんですよ、はい、もう見据えてるわけですよ、うん、それで返されたでしょ。俺これねすごいなと思って、中国とかのこの長い考え方ね、うん、そしてソ連の自動ステーション金星7号、史上初の金星軟着陸、
1971年の今日、金星に。金星、うん、ロマンですな。うん、はい、いいですね。うん、僕宇宙兄弟なんで。宇宙兄弟、あ、はい、好きなんですか。まあ、僕がぐらいな、うんうん、はい。で誕生日はい、誕生日、うん、今日の誕生日はお辞儀草。はい、花言葉は感じやすい心。なるほど。うーん、お辞儀草を小学校の時によく触ってました。触ったらあの縮むやつですよね。違います？わかんない。俺お辞儀草ってあのあれは違うな。なんかあったね、お辞儀草ってね、はい、触ったらしぼむ、うん、なんていうんですか、うん、あのお辞儀する、お辞儀するようにあれが見えるからお辞儀草だった気が。まなみやってるってよ。合ってますか。おー、うん、よかった、よかった。知ったかじゃなかった、知ったかじゃなかったですね、はい、さあ以上今日は何の日のコーナーでした。はい、じゃあメール読みましょう。はい、これ読めるかな。もみさん、俺が読もうかな。はい、エコさんの読みね。はい、時刻は8時32分を回りました。さあ今日のテーマいきましょう。今日のテーマは今日のタイムカプセル。はい、今日調子がちょっと笑顔で今日調子がちょっと悪い。僕にしてみればいい方ですよ、あなた。いい方ですか。はい、さてさて、もみさん来てます。タイムカプセルというネタではもちろんございません。はい、さやまちさん、あっこ、もみさん、あっこじゃないです、まなみんです。はい、そうなんです。はい、覚えてくださいね。はい、昨日の夢でうちさハゲが好きって言われた、モービーヤビー氏がハゲが好きって言われた。ハゲが好き、はい、モービーさんね、スキンヘッドなんです。スキンヘッド、おー、今風に言えばスキンヘッドなんです。今風に言えば、はい、ワンのワン幼稚園の時だったかや、お家に掃除機っていうタイヤがついた機械が来た。ワンがこの機械よくよく調べたら、吸引口と排気口があることを発見した。ワンは試しに排気口に一つ下の妹の鼻くっつけて、吸引口にワンのお尻くっつけて、妹にそのまま息吸っとけよ、離したらお菓子あげないからよって言った後、プーミカしたわけよ。ワンが妹にどんなかって聞いたら、妹やくたーいって答えました。かわいい。何回かやってるうちに母親にバレて、ヤノフラーや、お前ミーノ、かっこ妹に、こんなことしたら死なされるよーり、したたか名号をさらされました。妹にこんなことしたらいけないんだなって学習した私は、妹の代わりに妹に前や捕まえさせて、同じことをしたら前のようにお母に苦されました。マナミ、すごい、はい、掃除機は掃除に使うもの、はい、こんなことしたらダメよ、うんうん、分かった。はい、分かったなら嫌だって言ってごらん。嫌だ。分かりますよ、掃除機はちゃんと使いますよ。もみさん最近さ、はい、あの僕も好きなんですけど、うん、女の子が嫌だって言うじゃないですか、はい、それが好きみたい。え、嫌だっていうあれ言い方。そうそうそう、嫌だって言うじゃないですか、はい、あれね僕も好きなんですよ。もみさんもピンポイントですね、たびたび癒やしたび。ああ、じゃこれが癒しになるんですか。なんかね、なんだろうね、嫌だって言われるとすごいいいんですよ。うん、もみさん非常に気持ちは分かります。はい、同じことを思っている人が。そうですね。うん、で今のまなみんの嫌だの言い方はもう全然でした。はい、まだ足りない。あ、もう全然です。言い方があるんですか。言い方っていうか、言い方があります。ちゃんといい、まあ、まあまあ、無理やり言わされてるからね、はい、しょうがないですけど、自然と出るのがいいんですよ。じゃあそうです、うん、言わせるような言わせるようなこと言ってると思うぞ、もみさん。はい、はい、リクエストもかけたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、じゃあエコザイルさんのメールを私が紹介します。はい、
マナミンおはよう、ヤマチンおはよう、エコザイル出すよ、はい、タイムカプセルこれに入ると冬眠できるの、ヤマチンまずは5年ほど試してみて、成功したらやってみたい。なんでやねん、俺も5年も冬眠したくないよ。5年経って出てきた時だいぶ世界は変わってますよね。うん、世界じゃない、まず自分が変わってるじゃないですか。多分ねハゲてるはずだし、はい、どんなかな、弱がれてるか、もうやばいんじゃない、もうジジイだよ、ジジイ多分5年でだからこの僕は5、6年が勝負なんです。おそこでどう勝負に出るんですか。あ、もうそれはね、まあ、あんまり聞かないでください、はいはい、で、さてタイムカプセルはまだ試したときない、ヤマチン、FM ギノワンのスタッフ、パーソナリティ、リスナーで写真や手紙持ち寄ってしてみたいね、で10年くらいしてから開けるとかね。いいっすね。あ、それもありですね、うん、ラジオでそれを紹介しても、でも、ね、忘れないようにしないとそうだね、はい、どこにあるかも問題ですね。こっちのほら金網があるさ、はい、あ、はい、あそことこの道路の間に入れるか、この下のところ、そうそうそう、あそこだったらバレないんじゃないか逆に覚えてるかがあれですよ。そうだね、でいい、堀にちゃんと行けるかどうか、どこがいい、どこがいいんですかね、なんかないです。あ、こちら辺、この辺はね、でももう開発されてるから、今埋めちゃったらもしかすると大きな建物が建っちゃって、そう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 、掘り起こせない、うん、まあでもいいですね、タイムカプセル企画いいと思います。はい、なんかね10年後、うん、やってみたいね、いいですね。埋める埋めなくとも持っててもいいと思いますよ。私が小学校の時は先生がじゃあ私が持っとくからでした。持っとくってなんか違うわなんか一応あの時も埋めないんだって思いましたけど、でもなんか現実的だったんですよ、埋めたらこうこうこうでみたいな。いや、わかるけどっていう話さそれも含めてのロマンですよ、まあ、はい、そうなんですけど、はい、いや、埋めます、埋める、やるんだったら埋めます、はい、で、建物が建てば、はい、もうしょうがない、はい、うん、諦めようか、出せなかったねで終わる、はい、はい、さあ、しょうがないです、まあ、はい、はい、ぜひ検討したいと思います、はい、やりましょう、これは、はい、ぜひ、はい、皆さん、まだまだメール、コメントお待ちしております。今日のテーマ、タイムカプセル、メールアドレスは797@fmginowan.com です。まだまだ続きますのでよろしくお願いします。はい、さあ、モーミーさんのリクエスト、エルビス・プレスリーで Love Me Tender。 おはよう、エルビスかっこいい、死に優しい、勝っちゃったよ、もうちょい早く来てほしいクソジジイって叫んでるんですね優しいね、いい、クソジジイって叫んでる、聞こえてるよ、あえて大声で優しいなぁ、サッコーは、サッコー、俺こうなんか言うじゃん、あ、え、まさかのホット、ホット、あなたホット飲めるの、あ、ブラック飲めるの、うん、はい、珍しいな、むしろ入れないです、サッコー、うん、入れます大量に、おっさんはブラックなの、皆さん、サッコ優しいね、コーヒーを、うん、いただきました。マナミはね、ド S ですよ、ド S じゃない、S ですM ではないよ、 M ではないと思います、自分でも。で、M の人ってあれじゃない、いじられたら嬉しい、そう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 、いじられたら嫌だ、なんかもうハーってなる、ハーってなる、イラッツ、イラってたまに、
あれなんてもうド M だから、ド M、うん、いじられたらいじられるほど輝く、輝く、へえ、これ曲の後 CM 行ってあるね、はい、コーナー、コーナー、はい、コーナー間違い、うん、あ、そっか、何を話すか、下ネタはないくらいなもんね。下ネタスルーします、スルーするそうです。まずぶっこんでみてください。あ、僕がぶっこみましたね、じゃあ別の話に、あれ、あ、図書館、どうせ3月までだからな、はい、何でもありみたいな、何でもありにしとこうか皆さん、来週の水曜日は、椎名ちゃんが代打で登場します。今日2杯目でこれホット、どうぞ。コーヒー、コーヒー中毒、3杯やばいね。そう、リカパンが卒業旅行なので、シーナちゃんに行きます。卒業旅行行ったことある？あります。あ、そっか、いいとこのボンボンなの、ボンボンじゃない、お嬢ちゃんの、いい、時刻は8時43分を回りました。それでは毎週金曜日のこのコーナー、週末ユンタクトラベラー忘れかけてて書いててください。書きました、でもどっかに行ったんです書いたのになるほど、はい、はい、週末トラベラー、どんなコーナーですか？はい、はい、このコーナーは、うん、まあ、金曜日ということで、うん、明日から土日お休みの方もいらっしゃると思うので、はい、休みの日に行きたいところ、うん、行きたい観光地、イベントとかを紹介していこうかと。いいね、そうですね、はい、これ、あの、まあ、沖縄でもいいですし、はい、広い、うんうん、世界中、はい、県外、そうですね、うんうん、問わずやっていく、はいはい、予定、もちろん宜野湾のね、はい、イベントも中心として、うんうん、はい、ということですね。はい、はい、マナミンがおすすめするですから、はい、はい、あくまでも、はい、マナミンの個人的な、個人的な、はい、意見になります。はい、はい、で、先週、うん、チューリップの話をしたと思うんですけど、しましたっけ、しました、チューリップ、はい、はい、で、はい、あの時まだ咲いてなかったんですよ、うんうん、で、そしたら今週がどうやら見頃らしくて、行った、まだ行ってないので、うん、今週ちょっと行こうかと思ったんですよ。いいですね、うん、でそしたらちょうど、うん、今週、明日からですね、1月27日からこの
海洋博公園で美ら海花祭りっていうのが開催されるみたいなので、ついでに、はい、ついでに同じ場所ですよね、うん、あの熱帯ドリームセンターでチューリップ祭り開催してるんですよ。あ、そうなの、はい、だから同じ熱帯ドリームセンターいいっすよ、行ったことある、昔覚えてないだろ、はい、とってもいいよ、うん、あのアロワナガエル大きい、アロワナじゃないや、ピラルク、ピラルク、ピラルクっていう、うん、恐竜みたいな魚がいる、うん、あ、魚なんですか、うん、ピラルクめっちゃでかい、もう僕あれ見るだけでいいです、うん、はい、うん、いやそれをちょっとじゃあチューリップついでにいやいや逆ですね、え、ピラルクついでにチューリップ、ついでにチューリップ、はい、いやいやいやはい、あ、でも新しいちょっと今情報になりましたね、ピラ、ピラルク、ピラルク、うん、めっちゃでかい、はい、先週雨が降ってたのとちょっと、うん、急な諸事情で家から出れなかったので、家から出れなかったんですか、はい、はい、だから家で、ま、のんびりしてたんですよ、うん、いいっすね、なので今週明日明後日は、うん、この遠出をしようしたいなと思ってて、うん、チューリップを見に行こうとしていました。お、はい、なるほど、なのでチューリップついでのピラルクと美ら海花祭りをちょっと楽しみに、うん、行こうかと思います。いいですね、はい、はい、あと、うん、なんかいろいろイベントを調べていると、うん、結構産業祭りが各地で開催されているみたいで、はい、確かに、そうなんですよ、沖縄市とあと糸満、糸満とあと嘉手納とか、へー、なんかいろいろ調べたら出てきました、うん、でその中でも、うん、那覇、うん、で開催される予定の、うん、花と食のフェスティバルっていうのが、またこれもちょっと花なんですけど花多いっすね、花多いですね、うん、ちょっとこれは去年も多分開催されていたかと思うんですけど、うん、私食べるのも好きなのでこの食の方をちょっと気になりつつ行きたいなと思いました。なるほど、はい、というところですかねちょっと今詳細はないんですか、詳細あります、どこでとか、はい、あの、はい、花と食のフェスティバルが、うん、明日明後日2日間開催されるんですけど、はい、あの沖縄セルラースタジアム那覇、お、セルラーで、はい、セルラーのところでやるんですよ、はいはい、で、まあ、その他大野山公園であったり、うん、で大野山公園で確か島フードグランプリみたいななんか投票するものもあるらしくて、うん、試食して美味しいと思ったものに投票して1位が決まるっていうイベントもあるみたいで、うん、ちょっとグルメ好きとしては抑、うん、えておくべきところかなと、はい、そうですか、はい、で、まあ、美ら海、あ、何でしたっけ、美ら海、美ら海花祭りは海洋博公園、うん、でこちらは2月の25日までやっているそうなので、うん、まあまだ来月までゆっくり楽しめるかと思います。増田さんからコメント来てます、はい、ワクワク感が全く伝わってこな い, ワクワクしてるんですよ、はい、ここ心の中ではもうすごいワクワク、うん、踊りまくってる、はい、踊りまくってます。そうですか、はい、あまりあなた感情が出てこないですねいや出るときは出るんですけど。本当ですか、はい、出していきましょう。出していきます、うん、もう無理くり出てないですか全然出ないですよ。これもしかして出してる状態ですか。ちょっとまあ今はちょっと紹介しないといけないっていうのもあっていろいろ調べつつなので、はいはいはい、ちょっとあたふたしてますけど。あたふたしてますね、はい、はいはい、いいですね。食と花の、花と食のフェスタ、花と食のフェスタ、うん、もうちょっとぜひ山内さんも行ってみたらどうですか。嫌です。嫌ですか興味ないそうですね、はい、食には興味ありますけど、はい、花はちょっとそこまで。僕が興味あるのはランぐらいですか。ラン、あ、でもランもありますよね。洋ラン博覧会、洋ラン博覧会は行きたいなと思いますけど、はい、花と食ってさ一緒にしないでほしいというちょっとだけ思いがあって、はい、はい、なんでですかそれは。なんか植物と食べ物は別にしたい。
そう、うん、なんかどっちもこう彩りにならないどうなんでしょうしかもあれです、はい、セルラーでしょ。セルラーです夜景を見に行きたい感じですかいやまあまあ、まあ、あの北行きたいです、うん、北北に行きたい北に行きたい、うん、あ北にじゃあ遠出をそうですね、はいはいはい。まあ、来週からはまた2月に入って、うん、はい、あのプロ野球キャンプも始まるので、うん、はい、野球も見るのは好きなので私は、おなので、うん、まあ、来週はそれをちょっと調べてみようかなと思います。なるほど、はい、キャンプ情報、キャンプ情報、おいいですね、個人的なやつではいはいはい、はい、いいですよ個人的なやつ でどうでしょうか、はい、皆さん引っかかるものがありましたでしょうか。はい、はい、以上以上週末ユンタクトラベラーのコーナーでした。何これ間違ったし間違った、まあ、いいやもういいやさあエコさんのリクエストです。決戦は金曜日、レゲエバージョンでお聴きください。うわー変な歌まだ修行が足りないですね何の修行コーナーそうですね、うん、まあまあまあ徐々に徐々に、まあまあまあ、最初からできる人なんていないですか、うんうんうん、はい、あいるんだよな、いや来週はいろいろあるんです言いたいのが、だからちょっと来週はまあいいんじゃないですか、はい、僕も本当に興味があるやつはちゃんと言いますし、はい、興味がないなら、うん、ないって言うの、はい、きっちりしてるていうかさ、2人ともプラスだったら、はい、実は会話的につまんない、はい、あなたが言うのに対して、はい、冷めた目線も必要だからあ分かる、はい、なんかおじさん、逆もあるわけ、おじさんがデイジャーつく語ってない、はい、あなたがスーッとしてるのも面白い、はい、面白い、あ、そういう面白い、さっきのピラルクに興味がないとか、はい、ピラルク初めてですでしょ、興味ないでしょちょっとあっても見ないでしょ、恐竜みたいな魚、魚、魚なんだっていうところです。別にね、何億年も形が変わってないです、うん、これすごいこと、すごいことなんですそう、だからそういうのは、あ、興味がないですっていうのも面白い、はい、会話ないですあ、だから会話の基本というのは、はい、基本というか、まあ、会話のこの面白い会話の基本っていうのは、はい、ディベートなんですよ、ある意味、はい、でもそんな真面目なあれじゃないから、まあ、緩くこうっていうのが、だから逆方向にわざと僕は行くときもあります、はい、花と食のフェスティバルは本当に興味がないです、一緒にしないで、一緒にほしい、はい行ったら変わるかもしれない。そうだね。行かない。行ったら変わるかな、まあ。行ったことあるの？いやないんですよ。ずっと行きたいと思いつつ、あの前まで土日も仕事だったので行けなくて。行く。行きたい。行く。行ける。行ったらじゃあ俺にその良さを伝えてね。はい、あ、良さを、はい。行きたい。日曜日に北部に行くので、土曜日に那覇かな。あ、いいね。ちょっと喋ろうか。はい。このお知らせ行くかな。はい。さあ、お送りしているのは、決戦は金曜日。これ誰が歌ってるかちょっと分かんないです。レゲエバージョン。はい。ごめんね、エコさん。はい。はい。さあここでお知らせがあります。はい、宜野湾市社会福祉協議会からのお知らせです。第2回普天間中学校区協議隊タウンミーティングが2月2日金曜日に行われます。地域で支え合う地域づくりを目指し、皆様のざっくばらんな意見交換をし話し合いをする場です。普天間中学校区にお住まいの皆様、楽しく交流しながら地域づくりについて一緒に考えていきませんか。普天間中学校区のエリアは野田家1区から3区、普天間1区から3区、荒城区、喜友名区、
の地域になります。日時は2月2日金曜日午後6時半から、場所は普天間産区公民館です。もちろん普天間中学校区以外の方の参加も大歓迎です、はい、興味がある方はお気軽に参加してくださいね、うん、ということです。本当にこうなんていうんですかね、ざっくばらんとした、意見交換の場ですので、はい、交流もね、できますので、ぜひ皆さん参加してみてください。そうですね、はい。企業様も大歓迎ということで、僕らも出ますので、はい、はい、FM機能としてね、うん、そうなんですね、はい、ぜひ皆さん参加、興味がある方、そしてお時間がある方、はい、参加してみてください、はい、よろしくお願いします、はい、さあ今日はですね、タイムカプセルというテーマですが、はい、ちょっとね来てたんで、大塚健二さん、タイムカプセル、次女が幼い頃庭に穴を掘り缶にいろいろ入れて埋めました。幼いので深く掘れず、風でいつか缶が見えるように、それでも成人するまで見えたままだったとのことですよ、はい、庭に埋めるってなんかいいですね、リッチなリッチですね、はい、あなた庭ありますか？ないんですよ。ないんだ、あれいいとこのお嬢だ、 いいとこに見えて、キャラですか？キャラ加納姉妹的な。いや、加納姉妹と一緒にはいや自分でいいとこって言ったわけじゃないですよ。あれそうでしたっけ、はい、はい、なんかそれで打っていく風刺、打っていく風だったんですけど、うん、もうまあ庭のないセレブセレブそうですか、現代的ですよ、現代的ですね、はい、マンションマンションマンション、はい、オクションオクションではない、オクションではない、あれ、はい、あれあれあれオークションだよね。オークションってこと、そうですね、遅かった大丈夫大丈夫、はい、はい、さあ9時台ニュースを挟んでですね、テーマトークします、タイムカプセルということで、はい、皆さんまだまだメールを待ちしております。コメントも拾っていきますので、はい、参加して皆さん一緒に盛り上がりましょう、はい、そうですね、はい、お待ちしております。はい、そう、桜祭りはダメなんですか？桜も行こうとしてるんです。だからもう日曜日は花祭りですよ。桜見て、うん、コスモス見て、チューリップ見て花祭り、それを良しとするんですかね？それと良しとする人がいるんですよ。一緒に行ってくれる人がいるんです。花見賢いですよ。オークションは分かりますよね。花火も賢いとは思うよ。賢いですか？え、賢く、でも賢く見えてるなら、ちょっとそれを、それは間違い、逆転というか、そうしておきます。ちょっと後からボロが出るかもしれない。またキャラって言われる、セレブと一緒え、またキャラって言われる、キャラって言われるかもしれないので、ちゃんと賢いイメージは崩さないように大丈夫ですかね、はい、頑張ります。じゃあ新聞です、はい、ゆっくり、あ、でも、ね、時間見ながら、はい、あんまりゆっくりすぎてもね、わからない、なんでわからない、あー、そういう意味ね。リカパンはでも賢いですよ。うーん、後の二人は賢くないって言ってるわけではないですけど後の人にミーノはちょっとあれだよね、おバカだよね。時刻は9時を回りました。この時間は紙面からニュースをお伝えしていきます。まずは沖縄タイムス社会面から、普天間騒音苦情17件、米軍機の深夜の飛行騒音についての苦情が
22日から24日の3日間で計17件宜野湾市に寄せられました。米軍普天間飛行場周辺で県と市が実施する騒音測定でも騒音規制措置、騒音防止協定で活動が制限される午後10時以降の騒音も同期間は連日記録されています。滑走路南側に近い上大蛇名公民館では24日午後10時33分に 93.7 デシベル、6分後に 90.1 デシベルが測定されました。90デシベルは騒々しい工場内の騒音に相当します。大山の測定局では午後11時58分の騒音も記録されているとのことです。で、続きまして琉球新報の教育面からお届けします。踏み出せ海外留学、情報提供支援制度も紹介。海外留学を経験した大学生たちが立ち上げた県内最大級の留学に関する情報発信イベント、リュウリュウフェスタが27日宜野湾市のコンベンションセンター展示棟で開かれます。留学に関する疑問や不安を解消し、留学を後押ししたいという思いを持った学生らが中心となり企画しました。実行委員のメンバーらは、資金や語学面で留学を躊躇する人も多いが、たくさんの支援制度やプログラムがある、それを利用してぜひ海外に踏み出してほしいと、経験者ならではのメッセージで来場を呼びかけています。このイベントは今回で2回目を迎えます。昨年度は1000人を超える来場者でにぎわったとのことです。続きまして、八重山日報の紙面からお届けします。県内景気、11期連続でプラス、人材資金繰りは悪化。県の中小企業家同友会は24日昨年10月から12月期の景況調査の結果を発表しました。景気の良し悪しを判断する業況判断はわずかに改善し、11期連続でプラス超となった。売上高はわずかに改善し、前期に続きプラス超。経常利益は改善し、前期からプラス超幅を広げた。資金繰りに関して、広げました。資金繰りに関しては、前期のプラスから全業種で後退、悪化となっています。経営上の問題点は従業員の不足、力点は新規受注の確保が第1位。全業種で引き続き人材に関する課題が深刻としています。とのことです。以上、ニュースをお伝えしました。あなたあれだな、まあいいや、終わった。八重山日報沖縄本島版ね、ちょっと細かいところを修正しようか、はい、八重山日報沖縄本島版、沖縄本島版いや漢字読めない人が多いんですか。多い。ただマナミンはダメです。ちゃんと現状で納得させたらダメです、はい、な、はい、まだまだです。まだまだ。一流のアナウンサーになるためには。アナウンサー。あなたアナウンサー志望で入ってきたでしょ。違いますよ。違います？違いますよ。あれ。アナウンサー志望でしたっけ。ですね。いやいやいや。あれ？違う。あれ。あれそっか。アナウンサーは程遠い職業だと思っていました。まあ前はね、前は、今は、今は違う今もまだまだ、いや、伸びしろはちゃんとあるんだ。アナウンサーの卵じゃ、卵にもなれない。いや、もう卵です。卵、アナウンサー
後ろを頑張って伸ばすように。あ、番組出るのに抵抗があるって言ってた。もうなくなったでしょ。だいぶなくなりました。最初の時楽しめたら、はい、逆に本当にさ、いいと思います。楽しいですでも、ね、じゃあテーマトークしましょう、はい、メール読んでからに、はい、時刻は9時6分を回りました。モーニング8すいません何がすいませんなんですか顔真っ赤にしてモーニング8金曜日、うん、モナミンとテーマ違うお送りしております。はいよ。今日のテーマは、うん、タイムカプセルです、うん、ではメールが来ているので紹介します。おうおう、あの業務的ですなはいはい、はい、これはどこから、ん、どこから、何がめいちゃん、はい、うん、この花金ですね、はい、からはい、では進撃のめいちゃんさんから届いているメールです、うん、花金ですね、寒いですね、まなみんさん&山内さん本日もおはようございます。モーミーさんメールしてるけどちゃんと聞いてるのかな。聞いてないと思うよあの人そしてまなみさん緊張はしてると思うけど原稿は読もうねはい頑張りますではタイムカプセル、うん、タイムカプセル1回だけやったことがある。 あるんだ。20歳に向けて小学生の頃に小学校の敷地内に埋めたことがあります、うん、20歳の成人式の同窓会パーティーの際開封しました、うん、開けたんだ開けたんだ。なんか恥ずかしかったな。今も大切に持っていますが恥ずかしいのでここまでにしておきます。いいよーよ、ですよね、うん、何入れたんですか。何入れたのか。手紙かもなですかね、うん、手紙の内容がやっぱり恥ずかしいのかな。ちょっと恥ずかしかったんですかね、うん、もしくは何か恥ずかしいものを入れてしまったか。恥ずかしいものって何がある。小学校で小学校の時何を入れるんですかね。ね、手紙ぐらいでしょ、はい、とかなんか多分その時なんか持ってた大切なのちょっとキャラクターのそれを大人になって言えない恥ずかしいって何かな。あ、僕が予想していいですか。エロ本ですエロ本まず入れる時点でバレるじゃないですか。だから入れる時点でどうにかこれは目をこう盗んでね入れて、はい、小学生からなみたいなことで多分恥ずかしいんだと思いますよ、はい、しかもなんていうのめいちゃんの趣味系なエロ本だと思いますよ一般的な。あ、違うじゃない。あ、それ以外言えない。そう、恥ずかしいがわからないですよね。でも今はもしかしたら違う思考になっているのかもしれない小学校の時だから恥ずかしいのかもしれないですよ。違います。そうですね。どう思いますかどう思いますか、まあ、そういうこともあると思いますはい、はい、あで、うん、そしていよいよ、まあはいはい、そしていよいよ今日でお仕事を一旦休息、うん、どういうこと。8年間一切有給を取ったことがなかったので、うん、よかった。明日から1ヶ月の間有給休暇でお休み。何しようかな。マジか、すごいな。有給一気に1ヶ月とか取れるんですね。すごいな、羨ましいですね。ああ1ヶ月、1ヶ月何するんですかね。何するのか、逆に暇すぎて嫌なんじゃない。うん、うん、ですよね、うん、1ヶ月最初の その後の仕事大変な、はい、戻れない戻るのかな。へえ、あでもいいですね、羨ましい。羨ましい1ヶ月、うん、何するかを、それこそじゃあ
観光スポットとかいろいろ巡ってもらえればと思いますね。これから春なので、うんうん、ということです。以上ですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、ぜひですね、小学校の時にこう埋めたやつを教えてください。はい、はい、よろしくお願いします。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。このままだとエロ本と思われたまんまですちょっとみんなからの勘違いを払拭しないといけないです。払拭しないといけない、はい、では続いてどうぞ。はい、続いて、はい、へい、はじめましてね。これなんでですか。あ、当たってるけど、へいが入るキャラじゃないのにはい、よ、山内ひいふうみさんです。ごっくんちょ、はい、して何がタイムカプセルよ、割った時なかったよやたか、うん、そんな素敵な自分へのプレゼント考えたの、昭和50年代初めからやれやえ、でも最近なんですか。最近だと思います。だから僕もやってないんですよね。ひふみさんの言う通りですよね、本当に。僕らが小学校の時やってほしかったですよね。うん、じゃあ いつからなのかが気になりますね。私の時はもうなんか当たり前かのように、うん、じゃあなんか先生が提案みたいな感じで、うん、タイムカプセルやるみたいな。でなんか子供だから興味津々じゃないですか、うんうんうん、でやるやるみたいな感じで流れになって、うん、でも実際、うん、開封したのかがわからないっていう。今からじゃない？だから同窓会とかで。もう20歳、あの20歳の時って、20歳の時って言ってたんですよ、うん、でもなんか成人式でとかっていう話があったんですけど、うんうん、成人式の時も特になんかそういう先生いた？先生にも会ってない。だから先生がもしかしたらもうどっか行っちゃったのか。捨てちゃったのか。そうそうそう、そんな悲しい結末。それもね、うん、タイムカプセルの醍醐味じゃないですかね。まあ、やったよねっていう思い出にっていうことですね。はい、はい、続いて、モーミーさん、モーミーやびしがありがとうございます。チューリップで思い出した。お、聞いてますね今日は。小学校の時朝の朝礼で女子にチューリップってブーヒったからミーが出てしまったよ、お家帰ったマネミーありがとうチューリップからその話題これはありがとうなんでしょうか。あ、すごいな、幅が。チューリップのプーして、うん、出ちゃった。出ちゃった。小学生らしいっちゃらしいですけど。小学生じゃない。あ、小学校だね。小学校の時朝の朝礼で、うん、この人今でもたまにこっち来る時にノーパンできますから、はい、え、怖いだろ。宣言してくるんですか、今日はノーパンです。うんうん、こっち来た時に影響ノーパンだよって言ったからね、お尻見せよった。え、あそこまで。すごいですね。すごいでしょ。どうするか、まあ、なんともファンキーな。来てお尻見せたらもうライターでグイってやれな。ライター持っとかないといけないじゃないですか。あちびして、あちび。それか叩くか。叩くか。叩いたら喜ぶよ。喜ぶ。はい、皆さんありがとうございます。さて、はい、タイムカプセルですが、はい、あなたはタイムカプセルで何を入れたんですか、はい、入れたというか。私ですか、うん、タイムカプセルなんか特別な何か物を入れたわけじゃないんですけど、うん、やっぱ手紙をなんか先生が、うん、じゃ手紙を書いてみたいな感じで、あとは1枚の紙にみんなの将来の夢を書いた、うん、気がするんですけど。将来の夢、将来の夢、うん、小学校の時の、うんうん、あの時は保育士になりたかったんですよ。お、小6の時になんか、うん、保育士になりたいブームがあってあー、ブームに乗っかっちゃったんだ。でなんか同じく、あ、保育士になりたい、なんか保育士が人気な職業だったんですよあの時。へー、なので、うん、保育士って書いた気がします。なってないですが。なってないですね。はい、どうします、今からもう慣れない、はい、はい、さあここでリクエストをおかけします。ひふみさんのリクエスト、森山直太朗でどこもかしこも駐車場。
先生の名前わかるの？わかります。あ、でも男の先生、女の先生、あれいつだろうやったの。女、うん、なんかいつやったかもちょっとあやふやになりましたね。6年の先生はどちらか、なんか結構嫌われてた先生で、その先生多分やらないかもと今思う。タイムカプセルの先生が嫌われてた。6年の時の担任がめっちゃ嫌われてる先生だったんですよ、うん、誰よ、クダっていう先生。だから男、山内。山内でした、今思いついた。そうだろう。違う、なんかあの俺じゃねえな。違う、先生でしたか。まあ、ある意味港川小学校、ある意味、ある意味、おお。で、なんて言うんですかね、嫌われてもめげない先生っていうんですか、なんかむしろいじられるのに乗っかる感じの先生で、それで嫌われてたんだ。嫌われてたんですよ。でもそれ乗っかるのに、え、なんでかな、なんでですかね。でも今どっかの生徒教頭になってるんですよね。なんかお母さんから聞いた情報で、すごいじゃん、どっかの教頭になってたって言ってました。何かのこういう会議みたいなやつであったらしくて、もうあの時じゃない気がしてきました。小5かな、あとは中2の時にやったんですけど、考えてみれば全部埋めてないです、先生が持ってます。お母さん学校の先生なの？あ、違います、教育委員会とかにいた。いいとこのお嬢ちゃんじゃないですか。いやいやいや、今も教育委員会系なので行っていいんですかね。まあいいか、大丈夫じゃん。そんな硬い人じゃないですよ。でも大変だね、教育委員会もね、いろいろ。あ、でも私が小学校の時は教育委員会とかじゃなくて、もっと違う国際なんとかとか、国際交流課とかいたんですけど、今は大変じゃん。うん、だと思う。お母さんいくつ？50、55とかくらい。お父さん58くらい。何人いくつだっけ？26です。これがあれだな、26ぐらいのお父さんと同じぐらいの年になったらもうダメだ。ああ今から。今から、やばいね。26。友達はもう27になるんですよね、そろそろ。4月にやったら。27の年、今度。はい、私誕生日1月で26になったばっかなんですよ。なのに、あ、もう過ぎたの。はい、1月の初めだったんですよ。いつよ。1月4日。そうするね。そうなんですよ。で、なんかみんなでももう27になる年じゃないですか、うん、なかなか気持ちは27になるのかってなっちゃったら、なんか一気に2歳年取るみたいな。そうだね、はい、マスオさんが30代っていうのがびっくりだわ。おお、アラフォー。時刻は9時19分を回りました。さあ、ここでですね、今日のテーマ、タイムカプセルにまつわる話、自分、未来の自分に送りたいものは何？20代女性に聞いた、あなたがタイムカプセルに一番入れたいと思うものランキングを発表したいと思います。はい、これ女性ですね、20代女性だそうです。はい、10位からいくか。10位、はい、服、うん、服入れた。服入れてどうするんですかね。ね、着れない。ただこれ 1.4% しかいません。第9位、少数派、大好きな音楽を未来に届けたい CD。 うーん、
曲っていうのは考えつかなかったですね。いや曲も服もピンとこないよね、うん。第8、はい、感動した思い出を閉じ込めたい本、うん、本本。第7位、アクセサリー、うん、アクセサリー、どれもこれもピンとこないですね。ピンとこないですね。第6位、ビデオ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 レターみたいな感じですか。あ、ビデオレターいいですね。あれはいいですね、うん、ビデオレター、あ、手紙以外にもいいかもしれない、動画の方がね、うん。続いてチケット5位、思い出の映画や映画の半券やライブチケットを入れとくと、こっからちょっとずつあれですね、うん、ピンとくるようになってきますね、はい。第4位、新聞、要するに埋めた日の新聞。あ、埋めた日の、あ、そう、そっか。したらこの時、あ、こんなことがあったってブワーっていろいろ広がるんじゃないですか。あ、いいですね。続いて日記、第3位が日記、日記、うん、日記ってでも読み返すと恥ずかしいですよね、だいぶ。だからいいんですよ、日記。どうでしょうか、日記、うん。あー、でもやっぱ思い出すあれとしては最適なのかもしれないです ね、うん、ね、恥ずかしいさもありつつ。日記書いてました。おで、最近中学校の時にちょくちょく書いてた日記を読んだんですけど、うん、なんかキャラが違いすぎて持ってきてください。え、ダメです。ダメ、あ、 もう捨てたんですよ、あれ。ザツキャー、本当に捨てたんですよ。どんなこと書いてあったので、なんか、うん、C とか書いてた。あ、 C とかは書いてないです。なんかあった出来事、なんか友達とどこどこ行って、うん、なんか本当に短文しか書いてなくて。あ、そうなんだ。でなんか今とちょっとキャラが違う。好きな人のこととか書いてなかったですか。好きな人のこと書いてなかったですね。そうなんだ、はい、惜しくないじゃん。さあ続いて第2位が写真、写真、うん、あ、写真、写真とかは一番やっぱ上位に上がりそうな、上がりますね、定番、うん、定番ですね。そして第1位、やっぱり定番、手紙。あ、手紙、はい、自分から自分へのメッセージ、はい、手紙だそうです。う、もし今タイムカプセル入れるとしたら何を入れますか、はいはい。そうですね、あのさっきこのランキングで出てきたビデオ、うん、ビデオ、ムービーとかをちょっと残してみたいと思いました。そうそう、僕 USB を残そうかなと、はい。あ、それにビデオ入れて、はい、でデータでね、あとは全部入れるんですよ。俺でもさ、はい、今家族がいるんじゃないですか、はい、僕はね、うん、自分にじゃなくて家族にこう残したいですね。あ、子供とか、子供とかじゃない、子供だね。ロマンチックな子供に、子供に向けて何を書くんですか。なんだろう、未来の子供にってこと、未来大きくなった子供に見るってことですよね。これいいかもな、ちょっと今適当に言ったら自分の中でヒットしちゃった。じゃあぜひこの機会に。そうだね、やろっか、はい。私は未来のまた自分に未来の自分に、今何してますか、はい、つって、うん。でもちょくちょくやってますよ、二十歳の時に。ちょくちょくやってる。いや、二十歳の時に5年後、うん、あ、違う、10年後だ、30の自分に書いた手紙を今取ってます、うん、あ、自分に、うん、どっかにあります。ちょっとやばい系です。いや、やばくないです。大丈夫、大丈夫。それは一人で、一人で、まあ、うん、とりあえずまだ子供とかいないじゃないですか。あ、まあまあまあ、だからそうですけど、あげる人がいない。誰からもこう自分で見て提案されたわけでもなく、でもなく自分で率先してやってみました。二十歳のちょっと、はい、大丈夫で、二十歳のちょっとなんて言うんですか、記念に。あ、なるほど、やってみた。ちょっと感じです。いや、そんな二十歳の時は、あ、いや、そんな病んでたわけでも、病んではない、ないあんまり言うとなんか変なイメージつくじゃないですか。病んでたみたいな、そんな病んでないですよ。そんな病んでないですよね、二十歳もね、はい、今もね、今も昔もね、昔も今も昔もこのまま、はい。エンディング曲は高松マリーさんの、リクエスト、キリンジのエイリアンズをかけながらお別れでございます、はい。
タイムカプセル企画、はい、ぜひやりたいなと、はい、まあ、ぜひ、ね、ちょっとね、やっぱ僕は子供に残したいと思います。はい、ぜひやってみてください、うん、はい、はい、それでは皆さんまた来週、さよなら、さよなら。ほら、マスオさん来てるさ。何、自分に手紙書くってそんなあれですか、ジョーって。ちょっとね、え、やりますよ。一般的なイメージとしては多分あのマスオさんのあれだと思います。あ、じゃあ言わなかった方がいい。いや、言っていいよ。変な意見、変な、あ、このやるじゃないですか、この小学校とかでも自分に手紙、その延長線ですよ。やらない。率先してはやらない。じゃあなんかやってみようってならないですか。ならない、ならない。多分二十歳の時になんかやったんですよ、中学校の時に書いた手紙をなんか二十歳の時になんか読んでねみたいなやつを中学校の時にやって、でそれを読んでちょっと気分が盛り上がって、あ、じゃあ10年後あ、その流れだったらいいですけど、うん。